岡県の歴史は僕たち県民が作ってきました。そして新たな歩みが刻まれる。福岡県の取り組みや魅力、知って得する情報をお伝えします。 You&My の知っとく福岡。こんにちは、知っとく福岡です。福岡県は働きたい女性を支援するためのセンターを設置しています。現場の斉藤さん。こちらがですね、福岡県ママと女性の就業支援センターです。福岡県内に4カ所あって、こちらが北九州を管轄されているそうです。福岡県の就職を希望する女性のデータです。働けない理由の一つとして出産や育児という回答があります。こちらのセンターでは子育て中の方をはじめ、働きたい女性のサポートを幅広く行っています。具体的にどういうことをしてるんですか？はい、コーディネーターが希望の条件を伺って一人一人に合った仕事を紹介するほか、面接のアドバイスも行っています。手厚くサポートしてくれるんですね。はい。こちらが、面談室の一角になります。あ、すごい、お子様が遊べるスペースがあるんですね。はい、そうなんです。小さいお子様連れのお母様がお仕事を探されている時に気軽に来ていただけるように、このように準備をしています。いろんなお話など気兼ねなくしていただくことができるようになっています。センターで今年度から導入されたのがキャリアプランシート作成の支援です。将来自分がどうありたいかを考え、それを実現するための行動計画を書き出したものです。でも結構細かく、なんか価値観、興味、関心事とかを書く欄があったり、書くことによって自分はこれができる、あれができるとか、もともとこういうことがしたかったとか。はい、確かになんかもう労働に追われてよく分かんなくなりますもんね。斉藤さんはどのようなことをされたいと昔思ってらっしゃいましたか？とにかくお金が稼ぎたいと思いました。はい、あ、プランとは違うんですけど、福岡ではギャラが上がらないんです。ちょっと東京に行かないとっていう感じですか？ね、この町はもう宝箱全部取りました。そうですか。税理士事務所で働いている鶴さん、去年センターを利用して就職が決まりました。ちなみにお子さんは何人？4人。4人。すごい、ありがとうございます。お金もかかりますし、4人だったらね。はい、そうですね、かかりますよ。4人は米だけでかかりますもんね。かかりますね。はい。利用してよかったなと思うことはありますか？はい、やっぱりしっかり話を聞いてくださったので、子育て中の仕事探しも不安も解消されて、面接の練習だったりしっかりしてくださったので、それで本番の面接も不安なくしっかりと臨むことができたので、すごく安心して就職活動ができたかなと思います。すごい、しかもこれ無料っていうのがね、本当ありがたいですよね。そうです、すごくありがたかったです。はい、なんでここまでしてくれるんですか？しかも女性だから相談しやすいところもあるし、はい、親身になって話を聞いてくださってよかったなと思います。はい、現場からは以上です。福岡県ママと女性の就業支援センターはご覧の4つの地域に設けられています。7月は童話問題啓発協調月間です。取り組みの一環として春日市のクローバープラザで講演会が実施されます。入場は無料です。来週もこの時間にお会いしましょう。